緊急地震速報です強い揺れに警戒してください緊急地震速報です強い揺れに警戒してください,い,ださい日本の頭の活動を助ける唯一のものだと思うんですねそれは二十世紀にできた最大の発明緊急地震速報です緊急地震速報です 九州、四国、中国では強い揺れに警戒してください。い緊急地震速報です。九州、四国、中国では強い揺れに警戒してください。いい怪我をしないよう身を守ってください。いい倒れやすい家具などからは離れてください。いいテーブルや机の下に隠れてください。聞いてない。NHK の各放送局からの情報によりますと、午前1時8分ごろ九州地方で揺れを感じました。 震源が海底ですと津波の恐れがあります。ます海岸や川の近くから離れてください。緊急地震速報が九州、四国、中国に出されました。強い揺れに警戒してください。怪我をしないよう身を守ってください。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。怪我をしないよう身を守ってください。えこちら宮崎県内の現在の映像です。え暗がりで状況よくわかりませんけれども、えー 九州地方に緊急地震速報が出ています。また四国、中国にも緊急地震速報が出されています。強い揺れに警戒してください。震源がか、気象庁から震度の情報がありました。最大震度5強を観測しました。最大震度5強を観測したのは大分県中部、大分県南部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い。震源については現在気象庁で調べていますが、 震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。午前1時8分ごろ、そして震度5強が追加されました大分県西部で震度5強を観測しています。午前1時8分ごろ九州地方で強い地震がありました最大震度5強を観測しています。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。 海岸や川の近くくから離れてください最大震度5強を観測したのは大分県中部、大分県南部、大分県西部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い、そして震度5弱が高知県西部、熊本県阿蘇地方となっています。新しい情報です。このの地震による津波の心配はありませんこの地震による津波の心配はありません。

午前1時8分ごろ九州地方で強い地震がありました。この地震で最大震度5強を大分県中部、大分県南部、大分県西部、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿いで観測しています。こちらは宮崎県延岡市の地震発生時の映像です。カメラが大きく揺れているのがわかります。街の明かりは消えるような様子は見られません。カメラが揺れています。宮崎県延岡市。